の巻の、古民家再生プロジェクトからバブさんを迎えて、一緒に、お話をしたいと思います。バブさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、バブさんの紹介させていただきましょうかね。皆さん、ここ見てください。今このね、ステージ作ったこの流木、これバブさんの作品でございます。そんなアーティストのバブさんが今、ね、石巻で、震災後に始めたプロジェクトのお話をちょっと聞こうかと思うんですけども、はい、そもそもの、話の流れというか始まりというのはやっぱり震災でしょうか。2011年3月11日の、東日本大震災、はい、まあその2週間後に実は友人がもう2日目に入ってたんで、まあ何ができるかわからない気持ちもありながら、みんなでちょっと何か手伝えることがないかと言って石巻に向かったんですね。3月の末春風の後ですね。でその時に春風がたくさん寄付を集めてくれたのを、全部届けに行ったのもこの時だったんですよね。バブさんがその日の夜に現金を持ってここの会場から向かってくれたのを、もうあれから4年7ヶ月そうですね、経ちましたね。その後ですね、でその後いろいろ石巻市内、近郊の、まあ、泥かきから炊き出しという形、が少しまだ収まってなかったんですけど、石巻に、ちょっと北西の方に牡鹿半島というのがあります。金華山、皆さんご存知だと思うんですけど、そこのすぐそばが震源地だったんですけど、その牡鹿半島の大原浜というところに築100年近い古民家が地震に耐え、10メートル近い、波にも耐えた古民家が1軒だけ残ってたんですよ。すごいですね。はい、でそこで全部流れてしまったところに、みんなが集まれる場所で温かい食事ができる場所ができないかということで、まあ、私たち今一般社団法人オープンジャパンという、ことにしまして、今石巻の市内の活動、まあ、他にもこの前の上層もそうですし、ネパール、フィリピンと初動の支援にも向かっている団体なんですけども、はい、その中でその古民家をどうにか、地域の人のために活用できないかということで、愛媛にいる仲間、それと初動で動いてた長野から、通ってる仲間が、そこを改修して、みんなが集まれる場所とさっきも言いましたけど、そこを作るってことで私がその役割をいただいて、今2012年の3月11日にキックオフしたんですけど、はい、全額寄付で、その建屋を直さなきゃいけないことで、今3年とちょっと日にちかかってますけど、やっと来年の4月にオープンできるメドができたんですね。はい、ありがとうございます。で、まあ、そこはもう素晴らしい夕日が見れる場所でもあり、また金華山へ行く途中で、皆さんがちょっとゆっくり立ち寄れる場所というふうに考えて、当然言い方悪いですけどパーティーもできるようなデッキとか、ソーラーシステムで、まあ、この PA もいろいろなものも動かせる、システムも併設してます。で地域の人たちだけじゃなくて、まあ、東京からの人もそうですけど、宮城県内の人も近郊の人も、そこを皆さんでちょっと利用していただいて、はい、まだまだ復興まだまだなところなんですけども、途中、はい、途中ですね、皆さんでちょっと宮城県も盛り上げていただきたいなと思っております。そもそもそこは津波の被害にもあったということですので、海からどれぐらい離れたんですか。まあ、海から約50メートルぐらいです。50メートル、はい、で目の前の民家は全部流されちゃいました。はい、ただうちのそこの場所がちょっと一段上がってるもので、前から流れてきた民家の被害に遭わなくて、奇跡的にも建物が残ってたということです。でもそこの場所をちょっと見てないのはあれなんですけども、周りはもう何もない。周りはもう何もないですね。ちょっと後ろに大原小学校というのがありまして、まあ、そこが残ってるのと生活センターというのも残ってるんですが、まあ、そこはちょっと皆さん寄り場所がないんで、とりあえず
波にかぶってても使えるようにしようということでただ残ってるだけですね。だシンボル的なものになってるんですか。そうですね、まあそこの浜に来るとそこがポンと見えてますよね。はい、その何市になるんですか。石巻市です。石巻市の、はい、海岸の、そう、あの押鹿半島ってあるんです、半島が、その先に金華山って島があるんですね、有名な、そのちょっと下が震源地だったんですよ。もうその震源地のすぐそばなんですよ。じゃあまさにこのなんかあの復興古民家再生プロジェクトはちょっと復興のね。そうですね、あの今その一番先にある鮎川って町があるんですけど、そこにあのジェンというあの NPO の団体から寄付された、復興商店街、はい、まあ、そこにお蕎麦屋さん、お寿司屋さん、ラーメン屋さん、とあるんですけども、せいぜい10名ぐらいしか入れない場所なんですよ、なんでいろんな人が皆さん集まっていろんなコミュニケーションを取れる場所っていうのは全く皆無な場所で、公的な場所もあるんですけど、やはりあの仮設にいらっしゃる方とか、いろんな方がまだまだ、出てき、づらい場所なもんで、民間の運営で皆さんがゆっくりできる場所、そして暖かくて美味しい食事ができる場所、はい、というふうに考えています。じゃあ具体的にはカフェとかそういう感じになるんですか。カフェもあり、カフェですし、はい、食堂ですし、はい、宴会もできますし、はい、当然あのパーティーもできちゃいます。もちろん、はい、もちろんもちろ ん, もちろん最終的にはそうですね、やっぱりお祭りがたくさん毎ね、年にね、いろいろあると、パーティーというお祭りがあると、まあいろんな人もだんだんね、そこの場所も覚えてもらえるようになるし、いろんな方も来やすくなるなと思って、ぜひあのおじいちゃんおばあちゃんがびっくりするかもしれないですけど、あの皆さんに来ていただきたいなと思って、はい、でもなんかいろんな方が関わってるんでしょうか。なんかここに今あの地元の方々が非常に応援していただいてて、はい、ただまあ地元の方々も自分たちのことで精一杯じゃないですか、ね、なんであのここのできるのを本当に心待ちにしてくれてるのは、本当にいつも行くと話を聞かされます。じゃあ交流の場になれば、外から来た人、地元の人、そういう思いでしょうか、ね、そうですね、あのぜひここで皆さんとの地元の方とも触れ合えれるし、皆さん方がまたそこに通っていただく形になれば、その場所ももうちょっと活性してるんじゃないかと思うんですよね。はい、やっぱり今4年これプロジェクト始めてから、立ち上げてからオープンまでやっぱ2年3年くらい経ってます。今3年と6ヶ月経ちました。3年6ヶ月、はい、やっぱりそういうのはあの資金の問題とか、そういうのも大きいですか。はい、企業の方からとか一般の方々から、はい、今日このパンフレットの中にも一口1000円の、寄付金の申し込み用紙というか振り込み用紙も入ってますけど、はい、そういう皆さんの行為が本当に地にも積もればというかすごいなと思いまして、でやっと来年の4月オープンできる目処ができてきました。でまだまだちょっと足りない部分もあるので、引き続き皆さんに応援していただけるとありがたいなと思って、この場を通じてちょっと話させていただいてます。これですか、寄付 の, あの私たちが支援するとしたらここの、はい、そうですね、一口1000円で、はい、100口でも1000口でもお願いしたいんですけど、はい、復興のシンボルとなるかもしれない。そうですね、はい、多分押鹿半島の目玉的な部分になってくると思うんで、そもそもそこに行き着いたっていうのはバブさん何かあったんですか。ね、漁業支援もあって、そこの浜が全然もう壊滅状態だったんですよ。その時に通ってる時にそこがちょっと立ってるのが気になったんですけど、うちの漁業支援担当がぜひということで見に行った段階で、素晴らしい建物なのでぜひ残したいなと思ったのも一つです。で後々は地域の人たちが一緒にそこで働いていただいてということも考えて、じゃあこれから先ちょっと復興でこう回していくといった形ですね。そうですね、まあ、そこが拠点になっていろんな、ものが増えていけばいいなと思ってます。オープンいつでしたっけ。4月の上旬を目指してます。上旬を目指して、はい、今古民家再生プロジェクト、いぶきプロジェクトですか。そうですね、はい、いぶきと言いますね。今これここに載ってるのがその古民家でしょうか。そうですね、まだそれ改修前の古民家ですけど、なるほど、はい、あ、じゃあこれが残ったんですね。残ってるんですよ、はい、今この古民家がですね、そのバブさんたちのいろんな人たちの、力を借りて、
今再生しようとしている。はい、そうです。ぜひあの皆さんもあのなんかあの石巻に行く機会があったら寄ってみたりとか、あとはね、一口1000円で、はい、そういうご支援できるので、ぜひこれからあのパンフレットを配らせてもらいますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は、こんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。